皆様こんにちは、ダッシュアンダンスインストラクターのゆきです。今日も前回と引き続き高強度インターバルトレーニングの要素を踏まえてダッシュアンダンスのステップを使って楽しくトレーニングをしていきたいと思います。はい、まずは腰のストレッチです。足は腰の幅、手は胸の前で、腰を右と左にゆっくりプッシュをしていきましょう。左右の腰をそれぞれ縮めるイメージです。腰をほぐしていきます。横から見るとこんな感じです。これよりもお尻が出すぎないようにするのがコツです。はい、次両手は肩です。今のストレッチにかかとアップを加えていきましょう。はい、まずは右のかかとを上げて右の腰を中心に引き上げていきます。右のつま先で床をグーッと押すタイミングと同時に腰を引き上げるようなイメージです。はい、今度は逆です。左のかかとを上げて左の腰をグーッと縮めていきます。左のつま先は床をしっかりと押し出していきましょう。はい、次両手は肩のままです。今の横の動きにプッシュを加えてタモに変更していきます。はい、最初はゆっくりで大丈夫です。一回一回お尻に力を入れてプッシュをしていくようにします。先ほど縮めた腰に強いプッシュの力が加わっているようなイメージです。はい、慣れたら徐々にスピードアップをしてみましょう。やり方は同じです。はい、次はこのタモの動きに手を内回しする動きを加えていきましょう。呼吸も合わせて行います。はい、この呼吸法ですが、必ず鼻から息を吸って口からゆっくり吐く呼吸を繰り返していきます。これは全ての動きに常にキープをすることが大切です。鼻から吸って口からゆっくりと吐いていきます。はい、次両手は上です。もう少しタモの動きスピードアップしていきましょう。はい、さっきより少しスピードが上がりました。スピードが上がった分プッシュが弱くなってしまったりしないように一回一回丁寧にお尻を引き締めていきましょう。姿勢も崩れがちになってくるので、しっかり姿勢も美しくキープをしていきます。はい、同じスピードで手をアレンジを加えていきます。手は横、上と横です。はい、これは4カウントずつで手を上と横に動かしています。 1,2,3,4 という感じです。できるだけ手はきれいに動かしていきましょう。また横に出す手は胸の高さよりも下に下がらないように注意をしていきます。
次は少しチャレンジになります。手は肩、かかとを両方アップしたままタブを行ってみましょう。はい、これはもちろん難しいことをやってますので、できる範囲で大丈夫です。無理はしないようにしてください。何か壁があれば捕まっても OK です。一番大事なのは腰の動きを止めない、呼吸を止めないということになります。かなりこれ同時に体幹を鍛えることができるので、できる方はチャレンジをしてみてください。はい、次はアップダウン交互にやっていきましょう。アップの時は手もアップ、ダウンの時は手は横で行います。はい、これも同様ですね、かなり難しいテクニックになりますので、無理のない範囲で行いましょう。かかとを交互にアップダウンすることで運動量も増えてくると思います。これはですね、かなり姿勢が崩れがちになりますので、背中をまっすぐ綺麗に保つことが最優先です。呼吸も頑張って続けましょう。はい、次は右足アマハタモというテクニックを入れていきたいと思います。手も真似をしてみてください。はい、アマハは一歩出して戻しながらタモをしているというテクニックになります。手は右手を前と横、前と横、足が出すタイミングで手も前に出るような感じです。綺麗に戻すのがポイントです。はい、今度は逆です。左足タモ、アマハタモになります。手もさっきと逆になっていきます。はい、今度は左足左手セットですね。もし余裕がある方は目線を手と同じ方向に向けると、とっても綺麗に保つことができると思います。足は一歩しっかり出して綺麗に戻していくを繰り返していきます。はい、呼吸も忘れないように頑張りましょう。あと少しです。はい、あと2種目です。次は三拍子のタモです。両手は肩、足は閉じていきましょう。お尻プッシュします。これはリズムを腰でコントロールするイメージになります。三拍子しっかりと腰のプッシュをコントロールしていきましょう。できる方はこのように速い三拍子をやっていきます。 1,2,3 1,2,3 っていう感じですね。いよいよラストです。少し早いタモで両手は上と横でクルンを入れていきましょう。はい、ラストかなり早いタモになりますが、頑張っていきましょう。はい、ではもう丁寧に綺麗に出していくのはもちろんなんですが、お尻がですね、弱くなってしまったりすると思うので、しっかりと力強くプッシュすることは意識だけはし続けるようにしてください。もちろん呼吸もずっとキープをしていきます。もうこのメニューあと本当に少しです。頑張っていきましょう。
い、お疲れ様でした。今強度をですね、徐々に上げていく、スピードもアップしてプッシュも強くするという調整をしながらトレーニングを行ったんですが、これに関しては皆様ご自身に合わせて強度も変えていっていただいて全く構いませんので、あくまでも大切なのはお尻の筋肉をしっかり使ってプッシュを入れるというタモの動きがメインのトレーニングになります。タヒチアンダンスは無酸素運動と有酸素運動の両方の要素を持っていたり、体幹を鍛えるのにとっても適した動きになっていますので、またタヒチアンダンスのステップを使っていろいろメニューを組んでいきたいと思います。次のメニューもぜひお楽しみになさってください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ゆきでした。